仕方ないわね。
苦労様。これが賢者の石。そうよ、今回は早い方だったわね。それでも十分に待ちくたびれてはいるけれど、あなたは。うん、聞く必要はないわね。大人びてはいるけれど、私にはもう分かってる。そう、あなたは私。ようこそリレ、事の発端となったこの場所へ。この説明は飽きるほどしたけれど、私は何度もここまで来て、そして戻るたびに全て忘れてしまっていた。グリモワを手放さなかったのね。時間を戻るときに手放せばまた最初からよ。あんまり時間はないわ。聞いて。鐘が鳴れば、あなたはまた5日前の夜に戻る。でも時間が戻ってしまった原因は、結果として残らなければ矛盾が起こるわ。石を使った事実が巻き戻って消えるのなら、あなたが時を戻る根拠もない。だから、こうして原因である私は、繰り返す時間の輪の外にいるの。私だけが、この牢獄に捕らえられて年を経ていく。繰り返す時間に生きる自分を見つめながら。教えて、どうして時間を戻ろうなんて。何度このやりとりを繰り返したかしら。忘れんぼのあなたにもう一度教えてあげるわ。こうなった理由なんて私も知らない。私が最初ではないもの。私もあなたのようにここまで来て、もう一人の私に会ったの。二人は時間の牢獄を脱しようと試みたわ。その結果、新たにこの部屋に繋がれたのは私。前にここにいた私は書き消えた。消える前に彼女が教えてくれた。その子が初めてこの部屋に来た時に見たのは、腰の曲がった老婆だった。何ヶ月、何年どころじゃない。あなたはもう何十年、何百年、時を戻り続けている。そんな。あなたはたった数日で全ての魔法を使いこなしている。不思議に思わなかった。長く閉じた時の中で、あなたはその時間分、魔法使いの経験を積んでいるのよ。今のあなたなら、今度こそ賢者の石を砕けるはず。砕けなかったら、全てを忘れてまた戻ってしまうのね。気をつけて。下手をすれば入れ替わるわ。あなたが代わりに虜になるのよ。そんな。そして成功しても、どちらにしても私は消え去る。いい？おばあちゃんになってもここから出られないなんて。私は嫌。私は立派な魔法使いになるんだから。そうでしょ、リレ・ブラウン。消えてしまうだなんて。そうやってまた最初から繰り返す気なの。さあ砕いて、そしてこの夜を越えるのよ。その後私は、王国の宝を壊した罪とかで、王政府の取り調べを受けた。ガンメル先生の力添えで大事にはならなかったけど。石などない方がいい。あんな思いは、もうしたくない。私はすぐに学校に戻れたけど、1年を待たず、学校を後にすることになった。
もう一人の私の言ったように、あの5日間で私は全ての課程を修了していて卒業になったからだ。私はガンメル先生の推薦で王国の魔法院に勤めるようになった。両親も自慢の娘と大喜びしている。私の仕送りで弟たちは町の学校に通えるようになった。アマレットは私と一緒に町で暮らしている。彼女は年を取らない。今では私の方がお姉さんだ。彼女は町の劇場で歌を歌っている。王族の方まで聞きに来るほどの人気で、ちょっとした有名人だ。マルガリタはあれからガンメル先生の保護のもと学校で暮らしていたが、最近どこかへ飛び出していったと聞いた。彼女も今では腕の立つ魔法使いなので心配いらないとは思うけれど、故郷で魔王の残党と戦っているという噂も耳に入ってきた。本当ならある意味彼女らしい。バディドはあの後すぐに自分の国に帰ってしまった。スパイがバレてガンメル先生に送り返されたのだ。政府に引き渡されなかっただけマシに違いない。彼も数年前から移住してこの町に住んでいる。数回恋文が送られてきたが、まだ会ってはいない。その女たらしぶりは私の耳にも届いているからだ。そしてトウは今でも変わらずここにある。おお、ガンメル先生、お久しぶりです。先生とはあなたから教わることはあっても、もう教えられることなどありはしませぬ。よくぞ参られた、ブラウ大魔法官殿。嫌ですわ先生、そんな肩肘を張った肩書きなど。オイラも堅苦しいのは好きじゃないよ。お前は確かガフ。そうだな、お前もブラウ君についていっておったのか。先生もこの部屋もあの頃のまま。お変わりなさそうで安心しました。アマレット君も元気かね。ついてくると言って聞かなかったんですが、置いてきました。何せ悪魔がいますからね。それでこんな貧窮にまた何をですかな。政府から魔女ルジェの例のその後の調査依頼が上がっていたので、私の方から願い出たのです。これは懐かしい顔だ。シャルトリューズ先生、お久しぶりです。まさかその隣にいるのはアマレット？ いえ、新しいホムンクルスのタレアです。今度は神聖なあの力に迫れるに違いありません。はじめましてタレア、私はリレ・ブラウ。もしかして中身はまた天使なんですか？ いえ、今回は精霊のレースを選んだのですが、錬金術を恐れてこの塔に打ち気で。タレアは今私の大事な家族です。きっと何もかもうまくいきますよ。後で私の研究室にも寄ってください。新しいキメラの生成方法もお見せしましょう。もちろんお伺いしますわ先生、また後ほど。まったく懲りてないなあの先生は。
リレ・ブラウン、死とは尊ばねばならない。あなたは礼儀というものをわきまえていますね。マルガリタやハイランを見ましたか？あれらは私をあの悪魔などと呼ぶ。全く失礼です。すみません、私もさっき言ってました。あいにくハイラム君とパールネラ先生は共に新たな遺跡調査に出ておって、今はおらんのじゃ。オパールネラ先生は魔法でさらに若返って、学校にいた頃のあなたと同い年に見えますよ。誰のために若返ったのかは愚問でしょうが、女とはリンゴを取って以来厳禁な生き物です。ハイラムさんとうまくやってるんだ、オパールネラ先生。よかったわ。この通り、部屋はまだ残っていますよ。ルージェは塔から姿を消した。オパールネラ先生の話では、この部屋を通って別の世界に旅立ってしまったらしい。彼女が戻ってくることはあるのでしょうか？どうかの、気分屋なところは否めぬからの。だが過去にこの部屋から出てきた者はおらん。迷惑な人ですから、今頃はどこかの世界の方を困らせて、そして恐れられていることでしょう。ではどちらが勝ちそうなんです？まったく、あなたという人はあの5日間でどこまで秘密を握ったというのです？悪魔に頼るほど猛力はしておらん。いざとなれば私が解決してみせますわ、先生。ギムレットのように私に恥をかかせる気ですか？やめてください、冗談には聞こえませんよ。今のブラウ君の才能ならば、悪魔を懲らしめるのも訳はあるまい。才能なんかじゃありませんわ。私は目もくらむようなあの長い5日間を生涯忘れることはできないだろう。リレブラ、二度と会えないもう一人の私。私はあなたの願い通りになれたのかしら、立派な魔法使いに。